はい、では後編のインテリアお願いいたします。はい、ではインテリアいきたいと思います。あれ小林さん、ちょっとゴルフがこっちなんですが遠いですよね。遠いです。はい、実はですね、今回のゴルフ8から、はい、鍵を持って近づくと鍵が開いてくれるという機能がつきましたので、まずはそこから実演してみようと思います。はい、はい、その前に鍵は新しくなりました。あ、これです。ちょっとなんかシンプルになりましたね。はい、ピアノブラックです。裏側はこんな感じ。あ、ちょっとかっこいいですね。かっこいいですね。スタイリッシュです。いいですね。はい、です。じゃあその鍵を持って、はい、近づいてみようと思います。はい、では行きます。はい、開きました。近づいたら開くっていうのがなぜかっていうところがあるんですけども、はい、今回からこのドアハンドルにライトがつきました。はい、これ結局ドアノブを握ってからライトがつくんではやっぱり遅いので、近づいた時にもう照らしてあげてドアノブをちゃんと握れるように、まあ、今周りが明るいですから分かりやすいですけども、暗いところでもしっかり握れるようにですね、はい、工夫されてます。はい、で、もう一つがこちら、はい、プス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 とこうなってますけどもウェルカムライトですね、はい、が光っております。これで足元も照らしてくれるという形になりますので、近づいた時にはもうこれも一緒についてくれるという形になっております。では中行きたいと思います。中開けていただきますと、もう明らかに青く光っております。光ってますね。はい、アンビエントライトですね。はい、はい、でこちらは、R ラインですので、 R ラインとスタイルは30色から色が選べるようになっております。はい、でアクティブは10色から、はい、選べるようになってて、でこれがいいですよね。間接照明的な感じ で、ね、これが高級感がさらにアップしてるかなというふうに思います。ちょっと雰囲気も出ますね。出ますね、うん、はい、でこれ上と下と色が分けられるようになってますので色変えさせていただいてます。赤いです。赤いです。ここもお好みで変えられますので後ほど詳しく。でパネルはグレードによって違います。こちらは R ラインになりますので、こちらの、まあ、ダークグレーというかですね、はい、幾何学模様がタテタテテンとなってちょっとブラック系のパネルになっておりますけれども、スタイルですと、木目で、アクティブですとシルバーというパネルになります。どれもアンビエントライトまた綺麗に見えますので、それぞれ良さがあるかなというところです。で上に行きまして、ここはご安心ください。そうですね、ソフトパッドです。よかった、はい、ここはパネルのところには、マイクロフリース、まあ、スウェードのようなですね素材が貼ってあって、ここがレザーと、で下はプラスチックですけども中はちゃんと肝仕上げになっていて、荷物を入れてもガタガタしないという形になってますので、まあ、この辺はやっぱりゴルフしっかり作ってありますね。中に行きまして、シートですね。こちら R ライン専用シートのスポーツシートになっております。バックレストとヘッドレストが一体型ですね、はい、これは初ですね。まあ、背もたれはちゃんと角度調整できますが、バケットシートみたいな感じになっておりますね。サポート性も高そうですね。高い、で横がレザーになっていて、で内側がマイクロフリース、ここですね、はい、ですね。で中がファブリック R と文字が入っているシートになってます。シーポント。いいですね。いいですね。いいですね。はい。で中いきます。で後ほど詳しくは見ていただきますが、ライト系はこちらになっております。これもタッチ式ですね。こんな感じで。はい。触っていただく。こんな感じになってます。デフロスター当てたいときにはこちらマックスデフロスターですね。でリアの熱線。ここにありますので、あの視界系ですよね、うん、はい、がここに集約されたという形になっております。使いやすそうですね。ですね、うん、はい、では乗り込んでみましたので、イグニッションをオンにしたいと思います。はい、イグニッションはここスタートストップのボタンがあります。はい、押します。変わりましたね。変わりました。まずステアリングですけれども、こちらはスポーツステアリングになっておりまして、横にこうディンプルがついた、はい、で、伝統の D 型の、見にくいかもしれませんがこちら R ラインなので R と文字が入っております。はい、はい、でこの R ラインだけこの、まあ、タッチ式というかですね、スイッチに、ステアリングスイッチになっております。今までのようなこう物理スイッチではないという感じですね。で
これでもちろん上下ボタンを押していただくと切り替わるという形になっております。これはのステアリングスイッチですとかナビゲーションを説明する動画は別に出しておこうかなとは思いますので、今は、この見た目だけですね、こんなことできるよというのを見ていただければなと思います。地図とかですね、はい、はい、でこれ、右を押すと、右のメーター何にするというのをここで切り替えられる、表示しないとかですね、はい、できるようになりましたので、ここは詳しく、改めてご説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。はい、はい、今回のこのゴルフ8からですね、ヘッドアップディスプレイがガラスに照射式になりました。7まではプレートに、照射してましたけれども、ガラスに映ってるんですよね。続きまして中が開いてナビゲーションですね、はい、こちらが新しいナビゲーションになります。これ今青を選んでるので画面も青になってますけどね、はいはい、ディスカバープロになりますの、今までもディスカバープロ、新型のディスカバープロですね、ご説明してきましたけれども、基本的なところは一緒です、うん、ゴルフにはテレビがついております。よかったと、もちろんあとラジオがついてるのと、CD、DVD はなくなっておりますので、まあ、音楽に関してはやはりスマートフォンですとか USB メモリーで聴いていただくというのが基本になりますね。ここで一つだけ、アンビエントライト、このアンビエントライトというスイッチを押していただくと、切り替えの画面が出てくるという形になっております。でこちら上にまず4つ箱がありますけども、これは全部上から上、上段、中段、下段ですねの色を変えるという箱なんですけども、上段が、はい、上段がここですね、はい、中段がここですね、はい、で下段が足元、はい、なので、中段だけ赤にするとかですね、こうすると足元が青で、ドアボあのこの小物入れのところが赤、青になりました、青になりましたね。で色をもちろんお好みに切り替えることが、そこが変わるとこっちも変わってますね、変わってますね、メーターのところも変わってます、もちろんあれですね、はい、素敵です、はい、ちゃんと触らずに操作もできると、はい、いうふうになっております、はい、こちら、物理スイッチがやはりこのナビ周りもなくなっておりまして、はい、ナビ下のところにスイッチがついております。はい、でここに赤と青のスイッチついてますけれども、はい、これはエアコンの温度ですね、はい、になります。右下のところにこのように、温度、運転席が22、助手席が 22.5 と出ておりますけれども、これここ、まあ、タッチ、はい、もしくはスライドですね、はい、していただけるようになっております。これで、まあ、切り替えていただくというのが基本にはなります、はい、あとはオートで風の、まあ、オートでやってくれるという形ですね。ただもう風強くしたいとかっていうのはあると思いますので、はい、その時にはここに、まあ、エアコンのスイッチがありますので、これを押していただくとエアコンの画面出てきますので、ここで風量調整とかですね、お、はい、吹き出し口の切り替えとか、はい、まあ、オートにしていただければオートでやってくれますけどね、はい、はい、となっております。で、まあ、この画面出さずにですね、もう一つ、これ今こっちスライドしたりタッチしたりしましたけれども、この2本の指であったかい寒いを両方押すとシートヒーターのスイッチが出てきます。お、はい、これで2本指でやっていただくと、まあ、1個ずつですねシートヒーターを、オンオフすることができるというふうになっておりますので、はい、これ裏技です。これは裏技ですね。裏技ですね、はい、でこの真ん中ここにも一つこのスライドついております。ありますね。風量調整かと思いきや、ここは音量になります。ですね、まあ、これはほとんどのセールスが騙されたんじゃないですか。騙されましたね。風量だと思ってわーって音大きくなっちゃいましたけど、ね、はい、音量ゼロボタンもついてますので、まあ、これを押していただければ、もうゼロにすることもできるようになる。今までと同じ感じですね、うん、ですね、はい、ではそこから下に行きまして、先ほどエアコンのスイッチというのをやりましたけれども、今度こちらアシストスイッチ、このゴルフが備えているアシスト機能をオンオフする画面になります、うん、はい、このゴルフ8からですね、サイドアシストのライトはミラー内側につきましたので、これですね、ここですね、はい、明るさ調整もできるようになっております、こちらモードボタン、
これはスタイルと R ラインにしか付いておりませんけれども、走行モードを変更するというスイッチになっております、うんうん、エコ、コンフォート、今回からノーマルというのがなくなって、コンフォート、はい、になりました、はい、でスポーツでカスタムですね。で、こちら P メニュー、まあ、パーキング系のメニューですね、まあ、以前もあの ステアリングの横にスイッチありましたけどね。ありましたね、はい、コーナーセンサー、パークディスタンスコントロールオンオフのスイッチと、あと自動駐車のスイッチですねができるようになっております。で真ん中がハザードスイッチですね。安心の物理スイッチですね。で下はここは、トレーになってるんですが、非接触充電 G がついておりますので、対応の機種をお持ちでしたら置いていただければ充電ができると。で USB はタイプ C ですね。後ろの方に行きまして、こちらが今度のスタートスイッチになります。先ほど古山さんに押していただきましたけどね、はい、スタートスイッチになってます。でこちらがパーキング、今 パーキングに入ってますよというふうになってます、はい、でシフトノブ、これです。みんなこれどうなってるんだろうと思ったかもしれませんが、これを後ろに下げると D, D で、このレバーを前までグッと押していただくとリバース。あのコーナーセンサーの音も変わりましたよね。ちょっとなんかこうちょっとなんか変わりましたね、うん、柔らかい音になりましたよね。うんですね、はい、でステアリングも、はいあはい、ちゃんとガイドラインが曲がるようになりましたね、はい、で、パーキングに戻すときはもちろんこれ押していただければパーキングに戻りますけれども、はい、実際のところもう駐車場にこれ今 D に入ってて、駐車場に戻ってきてもうこれでいいやという時にはエンジン切っていただいたら自動的に P に戻ります、はい、なのでもう P わざわざ押す必要はないです、オートホールドもオンにしておいていただければサイドブレーキももちろん自動でかけてくれますので、はい、もうエンジンだけ切っていただければ勝手に P に入ってサイドブレーキかけてくれるという形になります。こちらは小物入れ、何を入れるかは皆さんにお任せいたします、はいはい、何がこの形はセンスですか。センスでしょうね。で、後ろ行きましてドリンクホルダーですね、はいはい、まずは今大きなあの小物入れの状態にしてあります、はい、で、押していただくとこのように、ドリンクを押さえてくれるアームが出てくるという形になっております。でこのアームは1個だけです。こっちはもう大きいものでもボンと詰めるようにですねなっておりますので、はいはい、でここはドリンクホルダーにライトついてますけども、ここはアンビエントライトとは関係ないです。の白いライトがついているだけという形になります、はい、蓋はなくなりました。なくなっちゃいました。なくなっちゃいました、はい、すいません。で、こちらは小物入れと肘掛けですね。まずは小物入れ開けていただくと、まあ、あのちょっと大きくなりましたね。そうですね、少し大きめになりました、はい、大きめになりました、はい、で肘掛けにもちろんなってますので、途中で止めていただくとちょうどいい高さに止まるという形になってます、はい、で前に出していただくということもできます。このままこっちの方に来まして、エアコンの吹き出し口、これはもう右から左まで、あのパサートではありましたけどね、ありましたね、はいですね、こうルーバーが一体式みたいなんですね、はい、右から左までくっついているという形になりました、ね、手前がね軸になってるから、うんうんうん、風向の変更してもこの形を維持してるって。本当ですね。これがいいですね。上下動かしてもここは動きませんからね。そうですね、はい、なのでこのシルバーの位置というのはキープしてくれてると、うん、はい、今度助手席前は、パネルになりました、はいはい、で、これトレーというわけではないですけどね、物が置ける感じではすみませんないんですが、アンビエントライトが逆にこう反射するようにできておりますので、うん、はい、ここにクイッとこうちょっとあの折り目がついてるんですね。おかげで、助手席の方でもこうアンビエントライトがここに光って実はちょっと見えてるんですよね、はい、ちょこっちから見てみましょうか、はい、こんな感じです。実は助手席側から見るとこの下のアンビエントライトってあんまり見えないんですけど、ここに当たってちょっとこうぼやーっとしてる感じにここはなってますね。ムーディーですね、はい、いいと思います。いいと思います、はい、ですね、はい、ではこのまま今度上に行きます、はい、ルームランプ今説明のためにつけてありましたけれども、今まではルームランプのスイッチがカチッというのが物理スイッチ、はい、ありましたよね。ないですか。ないんですよね。これは操作はできるのかな、はい、はい、これはタッチセンサー式になりました。なんと、はい、このライト部分を触っていただくとオンオフできます。でこれすごいですね。これ私これがいいなというのを思ったのが、長押ししていただくと減光してくれるっていう。あ、
明るさ調節があるんですね。ですね。明るさ調節ってなかなかルームランプでできなかったんじゃないかなと思うんですよね。確かに。で、まあ明るくしたときはもちろん明るくすると思うんですけど、うん、これ一番いいのは後ろの席じゃないかなって、ちょっとあの明るくしたいなっていう時にですね、はいはい、後ろは少し減光してつけたい時っていうのもあると思うんですよね、はい、なので前より後ろもこの機能もちろんついてますね。後ほど後席ありますけどね、はい、後ろの方が効果的ではないかなというふうに思います。で真ん中これ空いてますけれども、別写真出しておきますが、サンルーフがついてるとここに、これもタッチスライド式の、それもすごいですね、はい、サンルーフ出てきます。はい、別画像、はい、はい、こういう感じになってます。はい、ですね、すごい素晴らしいです、はい、前回りはこういったところになります。はい、ではリアインテリアお願いします。はい、ではリア行きたいと思います。はい、こちら中の方もですね、やはりアンビエントライトついておりますので、これもおしゃれに光っておりますね。はい、はい、で、まあ、後ろはここはちょっとハードプラです。後ろはですね、はい、はい、すいません。はい、でこちら、後ろにもしっかりですね、このマイクロフリースの、パネルになっております。で、ここはレーザーです、はいはい、でちゃんとポケットの中は肝を仕上げになってます、はい、で後ろもやはり赤く、下は赤くしましたので赤くなってます、乗り込んでみようと思いますが、今前の席は私が乗っていたシートポジションになっておりまして、そのまま私が後ろに乗ってみるという形になります。はい、はい、では行きます。いいですね。いいですね、うん、収まってます。すごい低くなった、車自体は低くなった印象なんですけど、はい、乗り降りは楽ですね、うん、で足元のところも広さしっかりあります。はい、1個、まあ、1個半2個入るかなっていうぐらいですね、うん、ここはしっかりこう、えぐれてるのでシートがですね、うん、足が入りやすいです。足がしっかり入るようになっているので足が、ゆったり置けていいですね。はい、はい、です。で、こちらにもスマートフォンフォルダーついてますので、大好きですね、はい、これが大好きですね。もうこう定番になってきましたね、最近ですね、シートバックポケット、これもついております。はい、では助手席に移ってきましたが、こちらもちろん後ろも、スリーゾーンエアコンになってますので、後席でももちろん温度調整できるようになっておりますし、吹き出し口の切り替えというのはできます。ただ風量調整というのはなくなっておりますので、はい、ですね。なので前の席で調整してもらってください。はい。はい、下に行きまして、こちら後ろの方にも、USB ついておりますので、はい、スマートフォンの充電がなくなるということはありませんので、ご安心ください。はい。はい、で、肘掛け、こちらですね。はい。まあこれはそんなに変わってないです。今までと基本的には一緒ですね。はい。はい、でゴルフですからトランクスルーも。ちゃんとできるようになっております。先ほどちょっとご説明させていましたが、後ろの席にももちろんタッチ式の、ルームランプがついておりまして、長押ししていただくと減光する。これいいですよね。めちゃくちゃいいですよね、はい、眩しくない明るさですけど、ちゃんと手元は照らしてくれるっていう感じになっているので、はい、これはいいなと。でもちろん消すときはもう押していただければ消えます。つけるときはタッチですね。いいですね、はい、でこれ消えてたら真っ暗かっていうとそうじゃなくて、周りがうっすら光ってますので、そうですね、場所が分かるんでね、うん、どこをタッチしていいかとかね、分かりますよね、分かるようになってますね、うん、でこの車は R ラインですので、ルーフライニングがブラックですね、はい、なっております。では後席は以上です。はい、ではフロントライト周りお願いします。ではこのゴルフ8から、ライトもオートになっておりますので、まずはエンジンオン、はい、これでオートになってますから全部ついてます。では手動で操作していきます。スモールハザード、オールウェザーライト、ハイビーム、
上です。はい、ではリアライト周りお願いします。はい、ではライトオン、ウインカー、ハザード、ブレーキ、リバース、リアホグ、以上です。ではご説明は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。いい車ですね。めちゃめちゃいい車だと思います。本当に、はい、本当にいい車ですね、うん、いやもう私たちも画面で見てた時はちょっとどうなるかなってちょっと思いましたけど、うんうん、実写が来たらねかなり良かったですね。良かったですね、うん、乗ってみてなお良かったですよね、はい、なのでまだこれからいろいろもっといろいろ触ってみて、うん、良さに気づくのかなとは思うんですけれども、はい、今のところ、デザインはいいし燃費もいいし、燃費良かったですね。燃費いいですよね、うん、本当乗り方ご説明もしましたけども乗り方次第で本当全然燃費も本当良くなりますので、はい、これからもっと私燃費チャレンジしていこうかなって思うぐらい。あ、いいんじゃないですかね、はい、私もしたいな、ね、ですよね、はい、って思わせるちょっと感じですよね、うん、はい、良かったです。でこの前ちょっとあの1リッターも乗ってみましたけれども1リッターも良かったですよね。あの1リッターすごいですね、はい、かなりいいと思います。良かったですね、うん、欲しいです。ああ欲しいですね。でも買わせてくれません。お客様優先ですね。そこはっていうぐらい、うん、あのまあねセールストークって言われちゃうかもしれないですけど、うん、っていうぐらいいいと思います。そうですね。では、グレード比較なんですけれども、以前日本で発表しますと言った時にはまだ発表されていなかった新たなグレードがここでこの発表と同時にですね追加になっております。で、グレードとしましてはアクティブベーシックということで今まであったアクティブ、はい、これが一番下として、まあ、あの公開されておりましたけれどもそのさらに下ですね、うん、はい、と今までのゴルフセブンでいうとトレンドラインにあたるグレード、うん、これが追加になりましたということで、こちら本体価格が291万6000円となっております。300万円を切る金額で、ね、はい、出てきました。でまあ、皆さんこれで、まあ、どうせ何もついてないんでしょと言うと思うんですけどもちょっと痛いところですけど、でも実は意外とついてます。お、外装でいきますと16インチアルミホイール、はい、はい、LED のヘッドランプ、はい、はい、これもついてます。 IQ ライトではございません、うん、はい、LED のヘッドランプついてます、はい、であと、内装でいきますとデジタルメーターついてます。お、はい、バックカメラついてます。あら、はい、ETC ついてます。お、はい、で安全系でいきますとフル装備です。なんとトラベルアシストついてます。あ、それはすごい、はい、びっくりですですね。なので、この後、アクティブ出しますけれどもアクティブが本体価格312万5000円ですけれどもじゃあ、オプションをつけないこの312万5000円だと何が違うかっていうと、スマートキー、あ、はいはいはい、はい、意外と大きいですよね、はい、そこ来たかと。そうですね、はい、3ゾーンエアコン、はい、ですね。ただ実はこれだけです。お、はい、金額差20万9000円でこの2つが違うだけです。ただアクティブにはテクノロジーパッケージ、まあ、IQ ライトですとかパークアシスト、PDC ですね、ヘッドアップディスプレイ、はい、これらが付けられますと、ですね、付けられることが前提になってますので、はいはい、あとナビゲーションですねが付けられますのでそこまでこう付けたいなという方はやっぱりもうアクティブを選ぶしかないんです。うん、はい、なのでそこまで付けた、本体価格353万2000円となりますというところですね。ですからこれが1リッターの2グレードと
ということになります、はい、なので意外と私としてはアクティブベーシックありじゃないかなとちょっとそうです、ねはい、まだ全く見てないので、まあ、本来どうなのか分かんないですけどねまあでも今はね結構ネットでねネットというか、うん、あのスマートフォンで地図とかを見られている方も、うん、はいいらっしゃるので、うん、そういった意味ではねナビゲーションいらないよって方も多いのかもしれないですね、うん、ですね、うん、はい、それもありだと思います。もちろんアップコネクトついてますので、はい、あのカープレイですね、はい、ワイヤレスカープレイついてますので作られてますね、はい、じゃあここから今度アクティブからスタイルに行きます、はいはい、なりますと本体価格370万5000円となりまして、エンジンが 1.5 リッターとアクティブシリンダーマネジメント気筒休止システムですね、はい、がついてくる。シートヒーター、ステアリングヒーター、外観にシルバーの加色が入るのと、あとグリルのライトですね、うんうん、これも、スタイル以上じゃないとつきません、はい、というところですね、はい、あとドライビングプロファイル、はい、走行モードの変更ですね、はい、がついてきますという形になります、はい、これで価格差としましては58万円ですね、はい、まあ、1.5 リッターも、ね、捨てがたいです、うん、ですね、いいエンジンですからね、うん、ちょっと私の印象としてはスポーティーだなという感じですね、はい、はい、ですね。スタイルに、あとテクノロジーパッケージもちろんつけられますから、はい、テクノロジーパッケージつけていただいて、あと、まあ、皆さんが選ぶであろう、ナビゲーション、はい、これをつけていただくと406万8000円となりますと、はい、でここから今度 R ラインです、はい、R ラインになりますと、プログレッシブステアリング、はい、あと R ライン専用外装、まあ、これですね、はい、で R ライン専用シート、はい、と R ライン専用サスペンション、アルミペダルとステアリングがついてきますと。で価格差なんと5万円です。ずいぶんな価格プライスここですよ ね、ここです、はい、ここが5万円ですかっていう感じですよね、はあ、みたいな感じですね、うん、ですね、うん、なので、まあ、私の印象としましては、R ラインのもう見た目が好みという方はですね、このシートも、ね、問題ないなという方は R ラインを結構選んでいただいているのかなというところ で、 そうです、ね、はい、でスタイルの方はベージュの内装が選べますので、はいはい、やっぱり内装は明るくていいなという方はスタイルを選んでいただいている方が多いのかなという印象ですね。はい、まあ、そこは、どちらも車はございますので、ぜひ、和光支店に見に来ていただければなと思うんですが、はい、これに、R ラインにもちろんテクノロジーパッケージ、ナビゲーションつけていただきますと411万8000円というところになりますというところですね、はい、はい、です。まあ本当1リッターの方、あと 1.5 リッターの方というので、まあもう本当注文も分かれてるかなという感じ で、 でここにアクティブベーシックが出てきましたので、はいはい、まあ、またさらに悩みは尽きないかなというところですね、はい、でもう一つ発表されたのが R ラインに18インチホイールをつけられますということで、写真だけ出しておきますけれども、はいはい、今標準は17インチですけれども、これを18インチにすることができますと、6万6000円という金額でですね、うん、はい、まあ、これもこれからオーダーということになりますので、まあ、納車になるのは年明けとかかなと思うんですけどね、うん、はい、まあ、その車が入ってきたらまたご案内をさせていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。まずは本当に一度本当に見ていただきたいと思っておりますので、はい、ぜひ和光支店までね、本当お立ち寄りいただければ構いませんので、はい、お待ちしております、はい、小岩と古山からゴルフ8を買ってください、はいはい、では今日のご説明は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。